ペンズハーストのハーディング男爵は、連合王国貴族の男爵位。チャールズ・ハーディングが1910年に除されたのに、始まる。第2代、ハーディング死者チャールズ・ハーディングの次男で、外交官のチャールズ・ハーディングは、1910年7月21日の、直居場により、連合王国貴族爵位ケント州におけるペンズハースト、のペンズハーストのハーディング男爵に除せられた。 彼はこの後、1910年から1916年にかけて、インド総督を務めている。その息子である二大男爵アレムザンダー・ハーディングは、1936年から1943年にかけて、エドワード8世とジョージ6世の国王個人秘書官を務めた。二大男爵の死後、その長男のジョージ・ハーディングが三大男爵を継承。 彼の死後にはその長男のジュリアン・ハーディングが四大男爵を継承し、現在に至っている。ありがとうございます。